フィリピンの戦いでの銀輪部隊乱印作戦中、ジャワ島での銀輪部隊マレー作戦で使用された自転車。一般的な家庭用の実用車を流用していたことがわかる銀輪部隊は太平洋戦争時に主に南方作戦で運用された自転車で行軍する大日本帝国陸軍部隊の日本国内における通称愛称である。当時、どの国も不評部隊を 安定して輸送できるだけの自動車を有するほど、機械化はされておらず、不評の移動は依然として徒歩が中心だった。進行速度が重視された南方作戦においては、兵器、物資輸送の自動車に遅れずに、陸上不評部隊をいかに高速輸送するかが一大問題となった。この問題を解決するために、日本陸軍は現地の自転車を挑発し、 急増の自転車部隊を編成した。銀輪部隊とは、この部隊に国内の新聞などで与えられた愛称である。この背景には、当時品質が良かった日本の自転車が東南アジア各地に輸出されており、故障しても部品調達が容易だった事情もある。自転車はフィリピンやマレー半島のジャングルやゴム林、やシリンなどの道を進んだ。自動車、戦車が通れない、 狭い道でも通れ、川があれば担いで渡れた。銀輪部隊は破壊された橋梁の修復を行って、輸送隊の自動車を助けつつ進軍し、初戦の南方攻略を容易にした。なお、開戦前の南部普通進新中にも、銀輪部隊は活用され、写真が残っている。ありがとうございます。